アイテム番号 SCP-444。オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル確認された財団の管理下にない SCP-444 は隔離するか、多大な力によって破壊されるべきです。財団管理の SCP-444 はタイプ A 危険文書用プロトコル適用のもと、保管されています。翻訳家は週あたり12時間以上の SCP-444 との接触を避け、毎週言語と心理に対する検査を受けてください。SCP-444 に対し歩み寄りを見せた人物は隔離し、声に出させないようにし、実験に必要でない限りは解雇してください。高速機動部隊オミクロン、11。バークの息子、は老者で構成されているため可能であればどこへでも向かいます。説明 SCP-444 は言語伝染性のミームウイルスです。SCP-444 は限定的ではありますが、一貫性のある言語の形をとります。SCP-444 にさらされた人物は SCP-444 を理解し、他の言語を使用し学ぶ能力を失います。しかし、対してすでに知っている言語を理解する能力は維持しています。文書として書かれた SCP-444 は長い接触を必要としますが、発生による場合はほんのわずかな分で影響を受けます。この変化が起こる仕組みはわかっていません。SCP-444 が書かれた場合、中心から放射状に読んでいく幾何学的形状の独特なアルファベットとなります。主に実験444、7、444、13、444、17による系統的な調査の結果、SCP-444 には下記のいくつかの概念を表現する方法がないことがわかりました。反抗、憎悪、怒り、編集済み、加えて、長期にわたってこれらの概念の表現方法を失うことによって人の行動に変化が見られます。SCP-444 に感染した被験者は従順で扱いやすくなり、出産や児童保護により関心を持つようになりました。MRI や電極による脳検査、感染した脳の解剖で、実験444、17のデータの再調査をしたことにより、SCP-444 は脳の、編集済み、の科学的な分断という重大な改変を起こすことがわかりました。これは語彙の現象ではない、感染者の精神的変化の原因であると思われます。現在、SCP-444 への財団研究所の一時エリアはその元から隔離されています。SCP-444 は敵対的侵略兵器であると考えられています。1900年、主として移民労働者や貧しい都市区画の下層階級の間で、レーニンの SCP-444 への暴露が記録されています。実験444、7ログ。主任研究員言語学専門 J、メローズ、社会学専門、博士、軍隊補佐。実験変数心理学的な逸脱は SCP-444 の感染による長期的な語彙の制限に起因して起こると考えられます。暴力的な経歴を持つ D クラス職員50人を SCP-444 にさらした後、制限されているが十分なリソースのある閉鎖環境に配置します。彼らにはいかなる時点でも解放されることはなく、この環境は財団による邪魔が入らないと説明されています。コントロールとして同じ環境に D クラス職員50人を配置します。両グループとも月例の解雇処分は延期します。実験日1900年月日。コントロール集団が環境に送られる。2週目終了時点で被験者は42人。テスト集団が環境に送られる。2週目終了時点で被験者は47人。実験日1900年月日。コントロール集団後半に暴力とギャング文化が形成される。1ヶ月目終了時点で被験者は26人、数人の被験者は栄養失調に苦しんでいる。テスト集団4人の指導的人物によって動かされる安定した集団を形成。1ヶ月目終了時点で被験者は42人。実験日1900年月日。コントロール集団暴力は著しくエスカレート。6ヶ月目終了時点で被験者は7人。集団の存続が不可能であるため解雇。テスト集団の権力者が解散、理想的な無政府主義的共同体として機能している。6ヶ月目終了時点で被験者は42人、数人は妊娠している。実験日1900年月日。コントロール集団と絶。
テスト集団実験開始から1年のち、被験者は52人。暴露されていない D クラス職員を1人追加する。集団は速やかにこの職員をリーダーとし、服従することに抵抗を見せなかった。集団は解雇、子供たちは保護施設に移行。実験日1900年、月、日。小児集団進行を確認、集団を解雇。メモ治療の可能性を調査中。拡散を抑制できるのであれば SCP-444 感染者の振る舞いは D クラス職員の役に立つ。SCP-444 の潜在的な侵略兵器としての価値が確認されている。